クールマユールは、イタリア共和国、バルレ・ダオスタ州にある、人口約2800人の基礎自治体。西ヨーロッパ最高峰である、モンブランの南東六にあり、イタリア有数の山岳リゾート地である。冬季は、山岳スキー、下季は、登山や秘書で賑わう。バルレ・ダオスタの最上流部に位置する町で、モンブラントンネルのイタリア側出口があり、アルプスを越える。 交通の大動脈を担っている。日本語文献では、クールマイユールのほかクールマイオールと表記されることも多く、他に、クルマユール、クールマユールなどの表記もある。バルレガオスタ州北西部に位置するコムーネで、長域には広大な山岳部を含んでいる。イタリア最高峰であるのみならず、アルプス最高峰、西ヨーロッパ最高峰である。 モンブランの山頂は、行政上クールマイユールの頂域に属している。このため、イタリアで、最も標高の高いコムーネとされることもある。また、フランス及び、スイスとの国境を有している。イタリア、フランス、スイスの三国国境は、モンドラン付近にある。バルレ・ダオスタ・シューチズ隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り。FR は、フランス領。CH は、 スイス領を意味する。ドーラバルテア川の下流となる、プレイコールサンデディエを除き、山岳を隔てての隣接である。道路は南にプレイコールサンデディエ、北にモンブラントンネルを介して、シャモニーモンブランとつながっている。町域の北には、モンブランを主砲とする、モンブラン山海が広がっている。町域には4000以上の山として、以下のような山がある。 バルレダオスタ州最大の川であるドーラ・バルティア川は、長域を源流とする。長域北東部のコルフェレット山のふもとから流れるドーラ・デフェレット川は、バルフェレット国を形成しながら南西方向に流れ下る。また、長域南西部の一都、バルベニー国では、モンブラウンをはじめとする山々の氷河の水を集めたドーラ・ディベニー川が、北東方向に流れている。 ドーラデフェレットとドーラディベニーの両下線はイントレブス地区で合流してドーラバルテア川となお、改め、南に方向を変えて、クールマイユール市街の西を流れ、プレイコールサンデ,デディエ方面へ流れ下る。コムーネの中心地区であるクールマイユール市街は、ドーラバルテア川左岸、海抜線224メートル地点に位置している。クールマイユール市街の対岸には、ドラン集落がある。 クールマイユールには以下の分離集落がある。クールマイユールはイタリア有数の山岳リゾート地である。クールマイユールはフランス側のシャモニーと共に国境にまたがるモンブラン山海やフランス側にある氷河スキー場バレーブランシュエの拠点となっている。クールマイユールとシャモニーとの間にはベレイ、ブランシュエアリアルトランウェイと呼ばれる一連のロープウェイが連なっている。 クールマイユールのラパルド地区の乗り場からは、リフュージョ、トリノまで上がることができ、さらに乗り継ぎによって、国境のポワントヘルブロナーや、フランス側のエギー・ユルミリを経て、シャモニー市街まで行くことができる。また、高度の高いミネラルウォーターの産地としても知られる。モンブラントンネルで入り口高速道路によって、イタリア北西部の都市とモンブラントンネルによって、フランス側と結ばれている。 ありがとうございます。